覚義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。六条合戦。義昭様を無事に京に送り届けたことだし、そうはいくまい。だから兄様や長政様が助けてあげるんでしょ。今は京の松永久秀殿より急死が参りましたぞ。長政、直ちに兵を率いて京へ向かうぞ。あ、不穏の動きったって。京は遠い、今から動かねば間に合わん。まだ将軍。俺のやり方。私もあなたのように輝いてみせる。義昭様のいる本国寺までもうすぐだ。いえ、さすが大方様、俺もそう思います。物見を放つまでもないか。時は一刻を争う、先を急ぐぞ。久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。武藤殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。宇長が現れただと。そんなバカな。邪魔しておれん。急ぎ義昭を討つのだ。信長殿、私はここだ。早よ助けに参れ。三好め、俺の留守を狙ってきたか。この木に叩き潰しておかねばなるまい。三好三人衆がいる限り都は落ち着かねえ。俺が絶対に倒してやる。このままでは押し切られてしまう。援軍を呼びに行かねば。敵に何やら不審の動きあり、懸念の種は排除しておきましょう。見つかったか。親父の加勢で流れが変わった。やっぱり親父はすげえ。俺も頑張るぞ。ご無事ですか義昭様。金国の書をかき集めて汗さんじましたぞ。いよいよ厳しくなってきたぞ。これでよし、懸念を一つ除くことができましたな。味方が勢いに乗ってきたな。まだ諦めるには早い。義昭を直接狙え。であるか。殿を援護せよ。これ一気。分かったわ。火星に攻め立てるのだ。また敵が現れたのか。もう俺たちだけじゃどうにもならねえぞ。討ち死に。
けと侮ったか。悔しいが、ここまでか。聞かせていただこう。やっぱり親父は最強だ。なんとかしのげたか。よっしゃ、今度はこっちの番だ。鍛えた分しっかり暴れてやるからな。あの砦で敵の守りが薄くなっている。ダメ、今のうちに押さえ疲れてしまうのが吉でしょうな。ここまでか。俺がやる。この程度か。この俺を止めようとて無駄よ。無事抑えられたようですね。ここを起点とすれば反撃もたやすいでしょう。よし、進軍だ。助かった。ご加勢かたじけない。さらなる襲撃に備えておく必要があろう。守りをもっと固めておく。形勢逆転というわけか。まあよい、砦にこもればであるか。であるか。さしもの信長も手は出せまいで。うちにこもり手駒に戦わせるか。腐り果てた者の不毛どきめ。よし、目障りな敵は全て退けたな。前線をさらに押し上げるぞ。開門。だが理想の世に腐敗した輩は不要。さような異物は焼却が良い。みんな破壊をしてください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。策の準備を進めている間、俺たちは派手に暴れて敵の目を引きつけておくか。での救援は間に合わなかったが、我らのみで押し返すのは厳しそうだが。これで終わり。貴様ら何をしている。織田の援軍か。ここから先は通さぬぞ。では進軍できないぞ。逃がさない。敵将舞い落ちたわ。俺がやる。分かったわ。ここは引こうか、あるまい。お見事にございますな。急げ。この程度か。
めようとて無駄よ。これだけ暴れれば敵将も無視できねえだろ。ガンダーの騒ぎは静まらぬか。開門。これで終わり。よし、まんまと出てきたようだ。俺がやる。分かった。これで策の準備も少しは楽になるだろう。楽になりなさい。聞かせていただこう。なんと素晴らしき戦果よ。壊してくれ。俺をうつけと侮ったか。耐えきれん。聞かせてもらう。悔しいがここまでか。その程度か。おお、味方が火星に来てくれたか。不足なし、入れ。これで終わり。兵を進められる。これより各地の味方に加勢する。楽になりなさい。フルはなんだか。楽になりなさい。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。俺がやる。分かった。来たな。なら迎え撃つのみ。三好残党に再起の余地を与えてはならん。残る敵は全て撃ち取れ。俺をうつけと侮ったか。かなう相手ではなかったか。なんと素晴らしき戦果よ。敵将打ち取ったぞ。ここは引こうかあるまい。よし、終わったな。信長殿、手を煩わせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。まさか信長様に来ていただけるとは。いや、本当に助かりました。
我らだけでは危うい戦だった。この戦、三好三人衆とは因縁の間柄、常に気にかけておりましたゆえな。奴らは過去の映画にすがるだけのクズで。信長殿、この機にそなたを副将軍に推挙したいと思うが。俺にそのような大役は似合いますまい。そうか。もったいなきお言葉。ではこれにて。将軍様との謁見はもう終わり？将軍と長話するいとまがあるならば、俺は機長と話していたいからな。まあ、きれい。ほう、この戦火を耐えたか。この幕もいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一心なら、あなたが守り抜きたい希望って。俺にとって大切な者たち、もちろん機長、お前もだ。笑うか？らしくないと。ああ笑うね。とんだお笑い草だ。美月。けどそれでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜな、機長さん。もう。